1をねやっていますので、そちらの方もよければ、ね、お願いします。リクエストがあれば、最初に言った3人が終わった後リクエストがあれば、そのキングダムハーツの合間に撮っていきたいと思います。基本ストーリーモードのみになります。アニメはシリーズ1、シリーズ2ともに見ていますし、映画もまあ視聴済みです。ただゲームはね、バサラのゲームをするのはこれが私自身初めてになります。初見、おまけにね、ゲームはそんなに上手くないという私がですね、まさかバサラをっていう、はい、秀吉と竹中半兵衛ですね。本当にキャラも好きではあります。ただまあストーリーモードをしないので、まあ出てくるときは敵キャラです。2はなんていうか、真田幸村と伊達政宗が2人主人公みたいな感じなんですけど、2はもう刑事がね、もう主人公です。でこの2バトルヒーローズではないですけど、戦国バサラ2でも、ね、刑事がパッケージの表紙を飾るなど、まあ、前田刑事好きな私としてはですね、とても嬉しい仕様になっています。はい、バサラのゲームの1ではですね、まだ前田刑事が出てきていなくて、2の方で初登場です。操作できるキャラとしては振り向いてこちらにしたというのがあります。はい、今のがオープニングだったんでしょうか。はい、でね、ストーリーモードにしようと思います。はい、それでね、最初はね、この前田刑事をやっていきたいと思います。あと次は伊達政宗、そして、まあ、上祖壁元親ですね。順番は、なんていうんですか、入れ替わるかもしれませんが、まあ、一人、どれかキャラクターをクリアすることによって、新しいキャラも使えるようになったりするので、まあ、変更するかもわかりませんが、まずは、前田刑事から。命短し、はい。人よ、恋せよ。森田正和さんですね。まあ、難易度は普通にしたいと思います。自分その難しいスキルない、ね、お、オープニングですね。初めて見ますね、これは。あ、これは京都かな。あ、夢吉がリアルだ、なんか。お、見なよ夢吉、恋の花火が上がってるぞ。 うわ声優さんが好きですね。そしてバサラは、命短し、人よ恋せよ、いつだって散らす火花はいいもんだ。あー、いいですね。恋も喧嘩もまたしかり。俺も遊びに行ってみよっかな。ね、伊達政宗は中井和也さんですね。長宗我部元親は石野龍さんですね。刑事の花道、前田家の風来坊、前田刑事は束縛を嫌い、京の都で自由気ままな生活を送っていた。たしかし、遊びに出かけようとしていた刑事の前に現れたのは、刑事を連れ戻そうとする叔父の前田利家、そしてその妻の松であった。松姉ちゃんに利、ああ、見つかっちまった。あ、旅立ちの日、逃げ出す日から始まるんですか。怖いな。どうしよう、全然わかんない。いいのかな、普通に殺人装備。まあ、なんと言いますか、まあ、ゲームオーバーになってもね、やり直す根性はあると思うんで頑張ります。合戦じゃないと思いますけどね、ただの家族騒動でしょ。バーサスじゃないと思うんだけどな。前田軍とか、刑事取り戻すために軍出してきたら怖いですよね。でもまあ、利家と松には子供がいないので、後継ぎとして一番適切ふさわしいのが刑事だということで、まあ、必死になる気持ちは分かりますよ。日本史好きな私としては、このご時世の背景は、あ、うん、
見つけましたよ、刑事。うわー、パツ姉ちゃんいくつ？刑事逃げてたの。来たー、来たって、あ、え、戦うの？ほら刑事、遊んでばかりじゃダメでしょ。それ逃げろ。なんでこんな楽しそうなんですか。突破し、今日から逃げる。怒ってんな、松姉ちゃん。相変わらず怒ると怖えな。喧嘩や喧嘩や。おお、エローゴンタマーレ。やれ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 。ああもうなんかすぐ丸ボタンがこの日だと思ってしまっている私が。なんかもうこの青いゲージは味方みたいですか。殿方がフラフラと。いけません。裸同然の同士の方がよっぽどいけないよ。何、ドロガシの裸が恥ずかしいだろ。恥ずかしいだって。はい、なんかよくわかんない。人気者なんですね。ばあちゃん、俺に惚れんなよ。今日の街ではね、人気者なんですよ。そうね、もうバサラが帰りてーよー。これは敵軍です。これはあの主要キャラだけではなく、敵軍のね、兵士のセリフまでが。拙者も腹が減ってきましたぞ。飯食って決めだ。どうしたらいいのこれ。みんな、無理するな。無理する人だな、欲しいや、欲しい。お年玉くれるの。どいた、どいた。確かに。なんだって俺のこと怒るんだ。さては、松姉ちゃん、俺のこと。それはない。それはない。え、何を言いかけたの。あ、好きなんでしょみたいな。そりゃまあ問題だろう。だってあれ、皆の者、刑事様を捕らえるのだ。様とか言いながら捕らえるのだ。できるまま多分なんか。ダメージ与えているのか、相手がジャンプしているのかよくわからない。刑事、行けません。どこに走っていけばいいんだろう。なんかつづらしょってる人がいる。なんだろう。やれやれやれ。しなしな、つづら倒すとお金が来るとかそういうの。今の一撃冴えてるね。どうも。あ、こっちじゃないんだ。青いのは援軍らしいよね。じゃああっち行くんだ。敵？なんか誰が敵だかよくわかんないや。なんか赤いの見える。前田利家、うっそー。刑事、戻る気はないのか。おや。怖い。仕方ない。説教だ。説教はバトルなんだ。始めるとするか。面白いけど俺、喧嘩で都市に負けたことないよ。そうなの。負けちゃうかもしれない。遊んでないで、少しは前だけに知って。俺、そういうのに縛られたくないんだ。そう、嫌なことは絶対楽しく生きるのよ。お前、ちっとも成長しないな。好きだらけだぞ。そう、いったら。すっげえ飛んできた。刑事、あまり松に心配かけるな。松姉ちゃんが勝手に心配してるんだよ。このセリフだけ聞いていたいんですけど。もう早く夢をもらえ。いいぞ、誰かを愛するってのは。どうし、鼻の下が伸びてるぞ。犬千代様、刑事を止められなかったら。まさか、飯抜きか。松姉ちゃんの作る飯は天下一品だぞ。俺も同時に飯抜きだ。お前の普通の飯を据えてもらえ。あ、逃げた。ジョイドボールよ。
すごいと恐竜ゾイドゾルよ。ここに袋がゾイドゾルよ。ゾイドゾルよ。ウーはマズのため。ミッツフルーはやっぱり飯のためよ。ゾイドゾルよ。ここは全部が松姉ちゃんの笑顔がないと。松の笑顔のため。おー、えらい。本気でいくぞ。ん、勝った。終わった。まかり通る。はい、まかり、油断した。松に怒られる。怒られてください。どこ開いたんだ。命を様、お怪我はありませぬか。あ、超いい人。こら刑事、怒られる。もう許しません。なんか楽しいなこれ。ロック音ができない。てか私が知らないだけ。ジョイドどうよ。やり、やった。ジョイドどうよ。ちょっと毛色の違う人ですよ。ジョイドゴールよ。前田の友達は楽しい。ジョイドゴールよ。一振りでな。いい加減諦めてくれよ。お願い。ジョイドゴールよ。カルラ本番。腹はいっぱいか。いやいやよ。なんかもう説明書とか全然読んでないからわからない。修行を怠るからこうなるのだ。何、みんなそんな怒られたい。ジョイドゴールよ。こんなものが見れるなんて。そうだね、長生きはするもんだね。座ってやすいんじゃない。ジョイドゴールよ。その分隙ができるじゃん。ジョイドゴールよ。やり。なんか知らない間に撮っているから。ケージおじちゃん、かっこいい。おじちゃんが、今言おうとしました。お兄さんです、まだ。ジョイドゴールよ。やり。でも、おい、来た、その来た。前田ケージがこういうなんかお遊び好きだったのは確かで、前田利家を風呂どうぞって水風呂だったとか言う違って、怒られて追いかけられて楽しそうに笑いながら海で逃げてきたっていう逸話はある。あと直江兼続ともね、親交が深かったとか。え、こっち、これ全部ジョイドどうよ。すげえ、うまいね。攻撃っていう意味でも、もう私の命です。ずっと丸ボタンだと思った最初。最初なんかじっとしてるなこいつって思った。こいつっていう場所があるんですよ。あれはずっと丸ボタンを連打してます。近くでもいいらしい。すごいね、夢追いになってたの元カノ。あれですよ、よくバサラのアニメとか見てると思いますけど、人間超えてますね。隠れろ。早く隠れた方がいい。松姉ちゃんに出されてなんかすげえの来ちゃう。松姉ちゃんがこうなる、倒していくしかないな。すげえの持ってるよ。何やねん。エイジ、に怪我させるなよ。わかってるって、トシ。犬千代様、どちらを応援なさるのですか。どっちも同じもん。やり、頑張れ、待つ。それでいいんじゃない。ジョイドどうよ。ジョイドどうよ。あれで遊びやか。ジョイドどうよ。進むか、もう考えてたの。多分大ボスは松姉ちゃん。
つづらしょってる人たち何なんだろう。ちょいと通るよ。ちょいと通るよどころの騒ぎじゃない。君どっち？ちょいと通るよ。敵だ。お金を稼ぐ。あーなんかでっけんの来た。これ嫌い。任せた。ちょいと通るよ。あー肩が軽くなるから巻き込まれるこの肩が変わらない。皆様、夏目が見ております。脅しだろこれ。絶対脅しだろ。こいつ長いからこいつを倒せば何特別にしよう。100年は生きられそうな気がしてきたよ。あー長生きしてる。京都花持ちいいですよね。ちょいと通るよ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 。なんか知らないうちにコントローラーがブルーってなるんですけど、多分ダメージ食らってるよ。全くよくわからない。ちょいと通るよ。わかりづらいな。ちょいと通るよ。一体を狙撃ちするのが難しいんだけど。ちょいと通るよ。すっげえ。終わっちゃった。僕くんも知らないんだけど、チュートリアルとかないんだ。あーちょっともう一回ちょっと手伝いひろ。ちょいやりやりやり。うわなんか来たよ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 。いや松姉ちゃん、どうよ最近の調子は。どうもこうもありません。さあ家へ帰りますよ。嫌なこった。刑事、言ってもわからない。これそろそろ約束の時間が。松姉ちゃんごめんよ。ごめん、騒ぎじゃない。言っても聞かない子は。これ本当に兄弟ミスターなのかな。俺もう子供じゃねえんだわ。姉ちゃんみたいに恋だと知ってるさ。まったく反抗期の面白い。刑事の反抗期は死んでも治らん。もう諦めておいてください。松姉ちゃんも一応女だしさ、ちょっとだけ手抜いとくよ。名前切って本気で来なさい。何だろうさ、歌じゃねえ。なんか得意技で。松姉ちゃんは星のこと恋してんだ。そういうのすごくいいよね。どんなったら読みをもらえる。さっきからずっと三角ボタンしたけど、これ固有技か。ようやく気づいた。近くが普通。二つ振るいまするわ。犬千代様のため。これなんか全部お家のためにござりまする。ここにいたから。もししずるい。遊んでないで少しは殿を見習いなさい。前田家には世話のかかる殿方がおりまする。こっから本番。待ってじゃ、後ろだ後ろ。あ、なんか死んだみたいな声出すのかわいそうだからやめて。あ、大地が回りまする。あ、気絶するの。まず犬ちゃん。松姉ちゃんごめんな。逃げるなら、いや、いいと思いますけど。面白いな、前田刑事、前田家って。開廷します。おー、すごい。おお。
かいろいろありますね。おお、なんかレベル。はい、セーブします。ずっと黙ってたよ。ちょっとすいません。あっけに取られていたんです。あまりのレベルの上がりように。第2章、前田刑事物語。年家と松の静止を振り切り、京の都を飛び出した刑事は、気の向くまま各地を巡ることにした。京都飛び出して、こうして最初に訪れた場所は、山形まで行ったの。有名人、伊達政宗のいる長谷道場である。気の向くままって。欧州名物独眼竜が飛びすぎやろ。食えるかな。食えないし。戦勝の日。うわう。マジで。伊達政宗行くの。星の一手。あ、どっちかなんだ。はい。あ、ダメ。道具。あ、取れるもの決まってる感じ。これをつけて、買い物。おー、すごい。この3番目の伊達並っていうのは実在した人物ですね。元気ご飯。全部ハテナでしょ。ハテナか買えないかですね。じゃあまあ、はい、じゃあ買い物はせずに行きます。はい、ではパート1はここで一度ね締めたいと思います。だいたい1章でパート1ついけたらいいかな。だから1キャラ、1キャラで、パート5、6ぐらいまでの長さになるかな。じゃあ次回はね、伊達政宗を倒していきたいと思います。それではパート1、ご視聴ありがとうございました。よかったら次回も見てください。クルドでした。